日本はですね、まあ、1990年のバブルの崩壊前後にですね、まあ、それまでの経済成長路線からですね、大きく、矛盾した経済政策に踏み込んだわけですね。まあ、これはある意味では歴史的な必然でもあると思いますのは、社会っていうのはある程度例えば発展しますと、どうしてもその矛盾点というのが明らかになるわけですね。例えば1956年から1990年までの34年間、日本経済は高度成長を続けて、全般部分の年成長率が 9%、 後半部分の、まあ、石油ショック以後ですが、後半部分の経済成長率が年 4.5% っていう高い成長率で伸びました。まあ、それによって所得は 8.8 倍になりですね、まあ、貧弱な国から世界一流の国へと、まあ、変わったわけですね。まあ、しかし我々、私なんかもそうなんですが、それまではですね、まあ、例えば月給がだいたい3万とか4万だったわけですが、それが20万30万となってきますとね、それは目標ではあったんですが、ちょっと怖くなってくるわけですね。本当にこんな生活でいいのって。それでもアメリカとかそういうのに追いついてないわけですから、完全にはですね、別にそれほど金持ちになったわけじゃないんですけども、やっぱり人間というのは、毎月4万円で生活した人がですね、20年ぐらい経って月に30万ぐらいの生活をするとやっぱり気持ちが悪いんですよ。まあ、そういうこともあってですね、贅沢であるとか節約をしろとか、それから資源がなくなるとか大量生産はいけないとかですね、まあ、そういう何を目的に我々は高度成長したのかということを忘れたような議論が蔓延したわけですね。それからまあ銀行にも問題がありまして、まあ、銀行っていうのはもともと担保を取って金を貸すところではなくて、まあ、銀行員というのは比較的高給取りなんですけど、それは当然でですね、銀行員が日本の将来に必要なところにお金を貸して、そして日本経済を発展させるという役割を持っているわけですから、まあ、銀行員というのは非常に重要な人たちだったんですが、これが日本ではですね、有望な産業、日本の発展に役立つような産業に金を出すんではなくて、担保を取って金を貸すというふうに非常に、まあ言ってみれば銀行としての役割を果たしていなかったわけですね。さらに政治もですね、本来その国民の幸福、国家の発展を目指すべき政治がですね、まあ、党利党略というか、まあ非常に小物というか、まあ、そういう政治になってですね、まあ、自民党も衰退し、野党も全然ダメだったと、まあ、いうようなことでですね、まあ例えば環境政策にすれば、まあ、節約をするとかリサイクルするとかですね、まあ、最近では地球温暖化とか、そういうようなですね、まあ、諸外国の状態を見たら全く違う方法をやりだしたと、まあ、いうことなんですね。で我々国民の方もですね、わずかな新聞、例えば朝日情報操作会社みたいな朝新聞ですが、そういうところにごまかされて、環境を守らなきゃいけないという錯覚にとらわれ、まあ、つまり環境というのはほとんど悪くなってなかったんですけど、まあ、そういう錯覚にとらわれてですね、そして、節約とかリサイクルを始めたわけですね。もともと節約する社会なんていうのは、全然その現実的にも存在しないわけですね。まあ、この前お話ししましたが、30万円の給料の人が節約をして26万円で生活するようになった。まあ、節約ですからそうなりますよね。電気をこまめに消したり、買うものを減らしたりするわけですから、当然そうなるわけですが、そしたら残りの4万円、残った4万円で、まあ、ケーキを食べたり酒飲みに行ったりしたら節約にならないので、まあ、銀行に預金すると。銀行に預金したらその金はですね、当然誰かが使うから、借りて使うからこそ利子というのがつくんですが、まあ、中小企業の社長さんが借りて使うと。そうすると結局自分が節約したって、使う人が変わっただけで、結局30万は使う。しかも本人がそのうち下ろして、銀行から金を下ろして4万円使えますので、結局30万の給料の人が4万円節約してもですね、かえって34万円使うことになるわけですから、全く環境には意味がない。しかも多くの人は給料が増えた方がいいと思ってるわけですね。給料が30万の人に対して、
給料40万にしますがよろしいですかって大体の人は喜んで、はい、そうしてくださいって言いますよね。給料が30万から40万になればもちろん余計に使うわけですから、節約がいいなんていう偽善的なことをやってたらダメなわけですね。つまり節約というようなこと、こういう矛盾したことが徳目になっている社会はですね、当然その合理的な判断ができないわけですから、それは経済発展も当然しないわけですね。経済発展というのはとにかく実質的に正しくなくちゃいけないわけですね。昔流の言い方をすれば、付加価値をさらに生んでそれが拡大していくような社会構造ですから、これはまあ言ってみれば正しくて論理的にも正しい、正義が行き渡ってるってなくちゃダメなわけですね。ですから、日本は正義が行き渡ってて、みんなが頑張って、それで高所得政策、所得倍増政策をやったから発展したんであって、節約して発展する国なんてのはありませんからね。そういうことであったと。で、特に一番問題なのはエネルギーの節約なんですよ。これはですね、地球温暖化問題というのは私の見解ではおそらくヨーロッパ諸国が植民地を失った後、何とかしてアジア諸国の発展を止めようと思ってやったことだと思うんですが、とにかくエネルギーを節約するとですね、国は活力を失うわけですね。つまり国の活力っていうのはまさにエネルギー使用量にあるわけですね。でエネルギー使用量というのは、石油であれ、石炭であれ、原子力であれ、何だって同じなんですね。ただ電気太陽光発電のようにエネルギーを作り出すためのエネルギーが作り出すエネルギーよりか大きいなんていうですね、エネルギー生産ではマイナスの現象のようなものは別ですよ。石炭、石油、原子力、こういったものはですね、正のエネルギー生産、つまり本当のエネルギー生産ですから、当然国の力を増やすわけですね。国の活力はほぼエネルギーの消費量によっております。したがって最近のようにエネルギーを削減するという計画を国自体がやっているというのは、もちろん日本だけなんですが、そういう馬鹿らしい、この頃フランスがやろうとして大騒動になってますけども、フランス人ぐらいの思考力があればですね、エネルギーの節約が何をもたらすかということはよく知っていると思うんですね。メルケル首相率いるドイツはおそらく没落していきます。これは、エネルギーを消費の抑制したら必ず没落していきます。これはもう仕方ないことですね。つまりエネルギーの消費量とはほぼその国のトータルの活動量に比例しますので、それはエネルギー男性率とかそういうのがありましてね、効率をある程度上げるっていう方法はあるんですけど、それはやっぱり限界があって、効率を上げるのは悪くないことだぐらいでですね、やっぱりエネルギー消費量の全体像が上がらないとその国というのは発展しないわけです。その意味では節約というのがですね、1990年ぐらいから節約とか樽を知るとかですね、そういう昔型の概念論が出てきて、大打撃を受けたというのが現実だと思うんですね。だから人生という点で考えてもですね、人生っていうのは100年ぐらいしかないわけですよ。その間に自分の人生においてやるべきことをできるだけ自由にやれるというのがいいわけですから、それはやっぱり節約とは相反するわけです。もちろん人間によってはですね、100人に1人か2人はですね、お金を使わない方が豊かだとかですね、そういう人はもちろんいるんですよ。だけども普通の人はですね、やっぱりお金を使って自分のやりたいことをやり、旅行に行ったり自動車を買ったり家電製品で楽しんだりしてですね、人生を過ごしていくわけですから、だから非常に特殊な人は特殊な人で別に構わないし、それがいいとか悪いとかいう議論ではないんですが、やっぱ人生というのを考えたらですね、給料が50万と100万とかどっちがいいかって、それは100万がいいわけですよ。年収が200万の非常に貧乏な生活と年収が5、600万の比較的ゆっくりした生活のどっちがいいかって、それはやっぱり200万の極貧生活よりか、給料が5、600万、給料というか年収が5、600万の生活の方がいいわけですから、そういう当たり前のことすらですね、ごまかして偽善者になって進んでいく社会、それで発展はするはずがない。だから私はですね、日本のある程度の人たちがなんでそういう矛盾したことを言いながら国家の発展ということを言うのか、自分は給料が増えた方がいいと思っていながら、
なんで節約なんて言うのかと、こういった矛盾した社会がですね、私は衰退をもたらしつつあるというふうに思っています。